皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回やる内容なんですけども、8月25日からまあ以前からね口酸っぱく言っている通り、このゲームイベントでね e フットボール2020、まあ、新情報が出てくるんですけど、まあ、前回の公式発表があったのがだいたい1ヶ月半前、まあ細々とね情報が出てきたので、まあ e フットボールの再生リストも20本ぐらいの動画上がってるんですけど、まあ今からゲームイベントまでに20本見るのってね、まあちょっと日が暮れてしまうんで、まあ今まで確定しているね、情報なんかを今回はまとめて紹介していきます。まあこの動画1本見ておけば全く知らなくても乗り遅れることないぐらいの、まあ知識は知れるかなと思うので、ぜひ最初から最後までチェックしてみてください。はい、ということなので、まあ今回大まかにしかね、紹介しきれないので、まあ詳しく知りたいという方はそれぞれのね、動画をね、紹介しておくので、その辺も見ていただければ、より詳しく知ることができるかなと思います。はい、ということで、今回は基礎中の基礎から、まあ細かな情報をね、これまで紹介した内容、まあいろいろな点を、紹介していこうと思います。やっていきましょう。はい、まずは何と言ってもゲームタイトル変わりますね。ウィニングイレブンから e フットボールへ変更ということで、まあ、プロデューサーの方が言うにはウィニングイレブンという枠に収まりきれない作品になるかもということで、まあ、これが主な理由だったみたいです。はい、そして PS4 にベータテストが、まあ、7月ぐらいにね、来たと思うんですけど、そちらで判明した、まあ、新要素だったりとかウィニングイレブンからの変更点、それらを見ていくことにします。まずは新操作項目としてボールタッチコントロール、チョップタッチ、マッチアップ、チャージング、この4つの機能が追加されて、これがまあボタンに割り当てられる形でしたね。もちろんアプリの方にも共通になると思われますので、まあ、これらの4つの機能は搭載されると思われます。はい、そして PS4 にあった、まあ、スティックでカーソルチェンジをしたりとか、まあ、四角プレスとか、まあ、チームメイトムービングというものがなくなりましたね。で、四角プレスに似たものがアプリにもありますよね。なんか勝手にプレスかけてくれるものです。ちょっと名前忘れてしまいました。これに関してもアプリにも、おそらくなくなるはずです。まあ、なんでなくなるかは多分なんですけど、まあ、2022は1対1の攻防に力を入れているみたいなので、まあ、四角プレスをしたりとか、まあ、そういうのがあると1対1じゃなくなるんでね、まあ、その辺がまあ一つ要因なのかなっていうところです。はい、そして選手の能力項目についてなんですけど、まずは能力項目守備意識っていうのが追加になります。まあ、追加項目としてはこの1つだけでしたね。そしてスキルは3つ追加になって、エアバトルとブロッカーとスライディング、こちらの3つがねスキル追加されています。で、あと細かな点で言うと、逆足頻度精度はまあ数値じゃなくて、まあ、4段階は変わらないんですけど、まあ、高いだったりとか、まあ、その言葉でね表示されるようになりますよね。それからコンディション安定度、まあ、いわゆる根安なんですけど、これに関しても調子の波っていうものに変更されて、まあ、大きいだったり小さいだったり、このような表示がされます。あとはチームスタイルの戦術なんかもね表示がありますね。はい、ということで、まあ、この3つに関しては、まあ、個別動画で、まあ、検証なんかもしてますし、まあ、調子の波については誰よりも早く、まあ、絶好調率なんかも出してるんで、まあ、よかったら別動画でね確認してみてください。はい、まあ、あとの変更点で言うと、まあ、選手調書が削除されたりとか、まあ、あとは試合面で言うとボールボーイが追加されますね。あと放置していると、まあ、ギブアップ扱いになったりとか、まあ、そのような変更もありました。そしてベータテスト時点のものではあるんですけど、パートナークラブ4クラブ分の選手データ変更まとめ、こちらも動画出しております。まあ、例えばクリスティアーノ・ロナウド選手がプレースタイルがラインブレーカーになったり、あとはスパサブの削除も結構ありましたよね。まあ、総合値の変動、まあ、昇格選手、降格選手も何人かいましたし、まあ、その辺も動画で確認してみてください。まあ、ここからね、もちろんまた変更入る可能性もあるので、まあ、参考程度にで大丈夫です。そして、e フットボールに変わることによって、まあ、基本プレイが無料になります。まあ、特にこれは PS4 版とかコンシューマー版の方ですかね。そして全てのデバイスで対戦が可能になっていきます。はい、今後の予定、まあ、ロードマップを見ながら、まあ、一つ一つ確定している内容を紹介していきます。まずはアーリーオータムの部分なんですけど、まずは一つ目、新エンジン搭載ということで FOX エンジンからアンリアルエンジンに変更されます。で、2つ目の名門クラブを使ったローカルマッチなんですけど、これはコム戦はもちろん、まあ、オンラインも可能と書かれていたので、まあ、オフライン、オンライン、対戦は可能になってます。ただし、体験版クラスなので、この9つのチームしか使えません。まあ、その辺だけ注意ですかね。で、まあ、使用チームに関しては、
後々アップデートでね、追加されていくっていうことになってます。はい、そしてクロスジェネレーションマッチということで、まあ次世代ゲーム機との対戦が可能になっていくようです。まあこれは今もね一応できるんですけどね。はい、続いてオータムの部分、チームビルドモード、まあ今までのマイクラブですね、このようなモードが、まあ、新しい名称に変更されて登場すると。そしてこのチームビルドモードのメンバーで戦えるオンラインリーグが、まあ今ダウンロードコンテンツと言われています。まあ、これも秋頃に開幕すると言われてますね。そしてクロスプラットフォーム対応ということで、プレイステーション、PC、Xbox が対戦可能になります。そして一番下マッチパスですね、これに関しては有料と無料のマッチパスがあると言われていて、まあ、試合数に応じて選手が取れるような仕組みになっています。まあ、好きな選手が取れるって書かれているので、まあ、その辺もまあどういう選手が取れるのかも楽しみですね。はい、このオータムの部分が10月21日ではないかという説が今浮上中ということで、まあ、前回の動画これを紹介してますね。はい、そしてウィンターの部分です。まずは e スポーツ大会が行われるということで、プロとアマチュアのそれぞれの大会という風な感じで書かれていたので、まあ、それぞれの大会のような形になっていくんだと思います。そしてモバイルを含めたクロスプレイに対応していきます。まあ、アプリで PC 版とか、まあ、コンシューマーと対戦するときはコントローラーが必須になってくるという感じで、コントローラー対応がここで可能になってくるという形です。でこれに関しては今後協力プレイにも対応していくみたいなこと書かれていたので、まあ、今後の発表がその辺も待たれますね。まあ2024とかちょっと先のね作品の話かなとは思います。はい、その他の情報を見ていきましょう。まずはマスターリーグなどのオフラインモードがダウンロードコンテンツとして販売されて2022年の3月と言われているということで、なんか知らないけど半年先で、一応全ての対応デバイスとはなってますけど、まあ、アプリにもこれが登場するかはちょっと今のところは不明ということで、この辺はさすがに、まあ、ゲームズコムで情報出てくると思います。はい、そして2022は1対1の攻防にね力を入れている、まあ、先ほども話した通りなんですけど、まあ、ゲームプレイアドバイザーにイニエスタ選手とピケ選手が選ばれて、まあ、アンバサダーはメッシは2作連続で、あとはネイマール選手もアンバサダーになりましたね。はい、そして紙データに関してはリリース後に対応されるということで、まあおそらくオータムぐらいの時期になるんじゃないかなと思います。まああとは今後の作品は毎作発売するという形ではなくて、シーズンアップデートの形を取るだったりとか、クロスプレイに対応するんですけど、マッチング制限なんかもかけることはもちろんできます。通信状況とかプラットフォームなどの制限なんかもかけれるということ、プロデューサーの方も言われてましたね。はい、そして最近紹介したのがコンシューマー版は 120Hz にね、非対応だったりとか、モバイル版は 4G や 5G でもプレイが可能、まあ、全プラットフォーム共通で、このような形で、まあ、ロードマップに沿って、リリースされていくというところです。そしてライブアップデートは、継続されていくということで、毎週、まあ、監督情報とか選手情報なんかは更新されていくという内容ですね。これに関しては最近紹介した、内容となっております。はい、そして不確定なのが、まあ、引き継ぎ問題ということで、各種資産に基づき引き継がれるとはなっているんですけど、その資産っていうのがゲーム内のものを指しているのであれば引き継がれそうという話が今のところは有力かなというところですね。はい、そしてパートナー関係でいうと、ナポリがね、正式に来作2022からパートナークラブと正式になります。まあ、他のクラブなんかは特に発表はされていないんですけど、まあ今のところシャルケがどうなるのかなというぐらいで、まああとはそんなに心配ないのかなというところでしょうか。はい、まあその辺は発表が待たれますね。おそらくこの辺はゲームズコムで発表あるんじゃないかなというところです。まあ新しいパートナークラブがあればの話なんですけどね。はい、ということで駆け足ではあるんですけど、まあ今のところ確定している内容は、まあこんなところになっております。まあここまで覚えておけば新情報ね、おそらく来週いろいろ出てくると思うんですけど、混乱せずに、まあ、スーッと話入ってくるんじゃないかなと思います。はい、何かわからないこと、まあ、質問があればぜひコメントに書いてください。まあ言葉で説明するのはちょっと難しいかもしれないので、動画の URL をね返信するかもしれませんが、まあ、そこを見ていただくと、まあ、ある程度わかるかなという内容を、その辺は返信しようと思います。こちらのチャンネルでは e フットボール2022情報を、まあ、今までね20本近く、まあ、e フットボール2022情報として上げてくるぐらい今楽しみなね内容で個人的にも思ってるんですけど、まあ、これからもいろんな情報出てくると思います。
まあ、近々ね、ゲームショーなんかもあるのでその辺の内容もまとめて紹介していきます。まあ、これから PS4 版モバイル版 eFootball 2020にプレイするという方はぜひチャンネル登録していただくと、まあ、リリース後も、まあ、最新情報とかキャンペーン情報なんかもね紹介していくのでぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。